皆様おはようございます。 Well, last year we visited 去年我们到日本两次、有一次在那个十一月底、有一次在十二月底、去年、Richard、2回日本に行ってきました。1回目はあの11月の、末で、2回目は12月の末、あの2回行ってきました。所以、第一次我们也是参加美军的那个联谊会嘛、第七舰队还有其他海军陆军什么在那边。1回目はあの、横須賀で、あのそのアメリカ第七艦隊の会議を、その会議に参加してきました。第二次、我们到靖国神社、还有到那个天皇的皇宫。いや、二回目はね、あの靖国神社の参拝を兼ねて、天皇陛下の、まあ、皇居もあの参拝してきました。所以我们慢慢的跟日本我们这些朋友，还有包括那些议会的，还有国会的这些官员，我们慢慢在跟他们建立友谊关系。じゃあその関係でね、だんだんね、日本の国会とね、あと日本のあの方々と、まあいい関係を、まあ、あの、あの作って、まあ、いくようにそう目指してます。到今年二月底的时候，我们有那个国会议员，他提出一个质询，有关到底台湾跟日本的一些关系方面要怎么厘清。いや、二月の末頃ね、日本の国会議員はあの国会で、あの要するに台湾のことをあの。提出しました。じゃあ台湾の関係はどういうふうにあのクリアになるとか、そういうことを提出いたしました。所以那个质询稿大概五六页，我特别从我们的官网把它抓下来，然后印出来，然后我虽然看不懂，但是我拿给我太太看。我们一起讨论。いや、あのね、あの国会に対してあの質問されたこと大体5、6ページぐらいあります。で、あのパソコンからあのダウンロードしまして、で、まあ、もちろん私はあのその内容を見てわからないですから、いや私の家内と一緒にあの見ながら一緒に研究しました。因为我太太是留日，然后住在日本很多年。所以我们就一起讨论那个质询内容。じゃあ、あの私の家内はあの、まあ、日本で留学しました。またはあの日本で長くいましたので、その内容を見てわかりました。そしてその、質問、国会に対する質問はあの二人で一緒に見てあの、研究しました。那从里面的那个内容。这些疑问，这个议员所提出的种种，我们可以很深刻的感觉到，这个战后日本跟台湾的关系是太多不清楚的地方。呀，その内容についてあの見ましたが、研究しましたが、で戦後台湾と。日本のことにつきまして、またあの非常にあの分からないところ疑問されていることが多いです。所以我太太那个时候就深深的感觉，我们必须跟我们的日本朋友，包括这个官员、一般民众、社团的领导人种种。我们一定要积极跟他们来往，然后建立共识。まあ、従って、まあ、日本人の方々、それから日本の、あの役人とね、
あの一つのいい関係を作って、でそのことにつきましてお互いにあの、研究しましょう。所以对于这个战后日本跟台湾的这个关系，必须是日本政府、日本的官员有一个统一的说法，这样子才有办法去走我们民政府这条路。じゃあ戦後ね、台湾と日本の関係はね、本当はね、日本の政府は、一つの、要するに味方一つの、しか、あるべきですが、そうしなければやっぱり、我々台湾のことの解決することは非常に難しいじゃないかなと思います。所以为什么都是美国军方、美国的情报单位、其他美国代表一直在告诉我们秘书长林秘书长，你要跟日本积极的培养关系和、展开这个各方面的活动。いや、アメリカの、あの、例えば CIA とかね、その情報の、あの、機構からやっぱりあのそういうふうにね言われまして、言われまして、あの林秘書長はやっぱり日本とね、あのそういうふうに勧められて、日本とぜひあのそのいい関係ね、あの作ってくださいと、一緒にあのやってくださいと、そういうふうにアメリカに言われました。あ、如果美军要重新进驻台湾，然后美军在台湾要承认这个民政府，那这样的事情，记者跑去问日本政府官员，日本政府官员说，这样安排我不了解，我都不知道，和平条约有这样写吗？那这样子如果没有建立这个共识，这个太不好看吧，也不好做。じゃあまずはね、あのお互いの共識ね、共識ともというし、あの常識の共識をやっぱりお互いに持ってないといけないな。もし将来アメリカのあの USMG、 あのアメリカの軍事政府が台湾に持っててあの来ようと思ったら、まあまあ日本が日本のあの、役員のなぜかわからないですかさ、そういうもしそういうね疑問があったら本当にやりにくいじゃないですかと、やっぱり最初はお互いの共識がある、共識があるべきです。所以，这个就是我在2004年秋天，我在那个哈佛大学的那个亚洲季刊，我发表这篇有关台湾地位的文章，就说。如果你没有战争法的观念，你没有占领法的观念，你那个旧金山和平条约里面的内容，你根本看不懂。いや、あの、2004年の秋ごろ、あの、アメリカハーバード大学の、雑誌かなんです。まあ、その自分の、あの、書いた文章を出しました。もしね、そういうね、あの、そういう戦争法のそういうあの常識持ってないとやっぱり、条約例えばあのサンフランシスコ公用条約それもう分かりづらいじゃないですか、まあ、まずそういう戦争法の、関連の持ってないとやっぱりダメです。所以我们这一方面的知识一定要传达给我们所有现在认识还有未来认识的日本朋友，啊，必须日本的官方彻底了解旧金山合约对台湾的安排，我们这样这条路才有办法往前走。まあやっぱりね、あのこのさっき申し上げたようにね、やっぱり日本のあの役員にね徹底的にね理解してもらいたいです。いやそうしないと。やっぱりね、やっぱり進まないです。それ理解していただければ、あの、サンフランシスコ講和条約、の内容は一体何ですかと、まあ、必ず理解できると思います。所以我们
四月的时候，四月十九号大概还有一次，有几个人去日本，然后跟那个美国军方在碰面，所以我们会不断的试着跟他们沟通。いや、来月四月十九日に、まあ、やっぱり台湾民政府からまたアメリカ、日本へ行く予定です。じゃあその時またアメリカの 軍政府とね、また、ちょっと、まあ、コミュニケーションをし、まあ、する予定です。对我来说，这个是跟美国人沟通，这个是很不容易的一件事。いや、アメリカ人と要するにコミュニケーションすることは非常に難しいことと思います。不是说我讲英文，我就好跟他沟通。いや、私はもちろん英語ができます。ただ英語通じるだけで非常にコミュニケーションしやすい、そういうふうに思ってはいけないと。所以我认为在这个美军的这个眼前，首要是要建立形象，我是正当的，我不是什么激进分子，我不是什么精神分裂症。まずね、いい印象を与え、いい印象を与えないといけないな。まず私は、まあ、そういうテロリストではなくて、そういうちょっとおかしい、人ではなくて、もうまずそういう印象をアメリカ人に与えないといけないと思います。这个是很重要的，因为很多团体，甚至于这个时代，不择手段来推动自己的议题。我们看到那个反对堕胎的，会把医院炸掉。まあ今の時代は、ね、非常におか、まあ、非常におかしい人もいますね。所以我们的议题，いやもちろんねさっき、おっしゃったようにね最近はね脱退ですね、女性の妊娠の時脱退、まあ、病院に行ってね、それで脱退させてもらって、そなんかトラブルがあって、そして病院の爆発した、そういう事件もありました。そういうだから、この今の時代、おかしい、まあ、人は非常に多いです。我们的议题、我们强调是用和平手段、是用法理。我々が主張しているころは、非常に穏やかな方法で、あと法律の方ね、あと理、義理の理ですね。この方法で解決していきたいです。但是这个法理在哪里，就变成说我们要教对方，因为我们的法理是他没有学过的。いや、この法理は法律の方ですね。義理の理ですね。法理はどこにあるですかと、どういう法理ですかと、やっぱり相手はわからないですから、やっぱり。我々から理解させて、この法律ですよと、まあ、教えると。反正战争法、占领法涉及到领土的这个过户、领土的易主啊，这个是美国的法律研究所也没有在教的。じゃあこの戦争法ですね、あと領土の関係ですね、この所有者のこの権利はね、まあ このことにつきまして、アメリカの学校でもこの教えてないです。所以我们要心平气和的把我们的法理拿出来，让他们看，让他们了解，然后表现的形象是我是认真的在做这件事，但是我不是很激动。じゃあまず我々今堅持している法理を相手にアメリカに理解してもらって、だそういう非常におかしい、人ではなくて、そういう
あの、まあ、落ち着いてあの非常に穏やかな態度でちょっと見せますと。再者不要忘记这些美军不管是海军、陆军、空军不管是高级两星、三星、四星、五星他要听命在上面上面有比他更高或是有国防部长美国总统ね、アメリカの軍隊にはもちろんあのその階級問わずもちろんあの低階級と上階級 の, 軍, 隊あの軍人もいます、まあ、それは関係なく全部やっぱり上の人 の, 上, の、上からの命令を聞かないといけないです。所以他这些人不一定有自己拟定政策的权利。や従って、その階級は関係なく、その、自分が決めること、決定することはできません。但是我想他们有参与讨论的权利。まあ、それそういうあの権利は持ってないけれども、でも。一緒に参与、参加、参与する権利を持っています。所以我们要把正确的资料拿出来给他们看，他们可以看我们英文的网站。他们在讨论的时候，他才知道台湾情形正确的观念、法律上的观念到底是怎么样。いやもちろん我々は非常に正しいあのその資料を見せて、あのどういう関連ですかそれを全部、まあ、聞かせてそうすると相手もやっぱり納得してくれるじゃないかなと思います。所以这个就是我们的任务要跟日本的朋友展开沟通同时要在日本的那个美军，因为在东南亚，日本的美军比较多，而且位阶比较高，我们要跟他们展开沟通，所以这个是全面展开沟通的一个任务。じゃあもちろんあの日本、アジアであの日本にいる米軍が一番多いです。そしてあのその米軍とあのコミュニケーションしていきたいと、まあ、もちろん日本人もやっぱりそういうふうにあの日本人ともあのコミュニケーションしていきたいと。所以这个是我们2012年的主要的工作就在这里，然后大家也知道我们同时也是积极跟美国的国防部在沟通，希望他核发一个旅行证件给本土台湾人。じゃあ、さっき申し上げたことは、あの今年2012に、このやるべきことです。もう一つは、あのアメリカの、国防省にあの、要するにトラベルドキュメント、要するにパスポートね。台湾人のパスポートを要するに、出すように我々にあの与えてくれるようにそれ、まあ、今一生懸命に交渉しています。所以如果有这一方面进一步的消息可能那个林秘书长会随时、提供最新消息给我们。いやさっきあの、申し上げたことあのそういうパスポートのこと新しい情報があの出てきたらあの、臨時省庁また、皆様にあの、話します。我们知道美军进驻琉球27年都有核发旅行证件给当地琉球人。皆様ご存知のようにあのアメリカ軍があの沖縄にあの27年間、
何し、しま、まあ、あそこに27巻いましたね。そしてアメリカ、あの、琉球、あの、沖縄の人々にそういう、パスポートも与えましたそうです。在旧金山合约，琉球、台湾同样是美军管辖的地方。じゃあ、あの、サンフランシスコ講和、講和条約にはあの台湾とあの、沖縄はやっぱり同じ、扱いですね。同じ扱いです。差别是那个条约也是把琉球提升为一个联合国的托管区，而台湾留在美国的托管区。じゃあ、あの台湾と琉球はどういう違うというとね、あの琉球やっぱり引き上げられて、あの連ね、国連の、管理されているところでございます。で、台湾はアメリカです。而另外的差别是1972年5月15号美国总统已经正式宣布美军对琉球的管辖结束。まあ、1972年の5月15日にアメリカの、大統領が、琉球、沖縄に対するの管轄の、もう切れると、そういう、宣告しました。这个是战争法有规定的，军事政府一直持续到在法律上正式的替代方案生效为止。じゃあ軍事政府はね、一つのあの決まりがあります。で、やっぱり次の出てくるまでにそれやっぱり続きますと。美国大法官也有很多这方面的判决，军事政府不是因为和平条约生效而结束。美国大法官也有很多这方面的判决，军事政府不是因为和平条约生效而结束。ね、アメリカにはそういう判決があります。どういう判決かというと、要するに判決されるまでにその軍事政府がストップ、まあ、もちろんあの例えば台湾の例ですが、今あのサンフランシスコあの講和条約はもちろんあの発効されてますね。1952年の4月28日でね、それはもちろんそれ発効しましたが、でも台湾の軍事政府の占領はまだ続いているということです。要するに発効の時点であのそれアメリカ軍の占領、軍事占領はストップではなくて、そういうことがあります。所以军事政府就是占领地，所有的这个占领地，所有这些地方由军事政府结束，只有两个可能性。いや、軍事政府というのはやっぱり占領ですね、占領地です。例えば台湾です。只有两个可能性。一，他已经变成主权独立的国家；二，他是变成另外一个主权独立的国家的一部分。いや、あの二つの可能性があります。一つはやっぱり主権になった国です。じゃあ、もう一つはやっぱり、違う主権になった国です。台湾地位未定。台湾の今まだあのジュブラリの状態です。あのサスペンディッド。ジュブラリンですね。今現在の状態が続いています。台湾地位未定、换言之、台湾还在占领中。いや、もちろん台湾の地位今まだ未定です。まあ、つまり今台湾まだあのアメリカの、軍事政府が、まあ、占領が続いています。旧金山合约占领全国就是美国。占领全国。对啊，权力的权。今、
もちろん、サンフランシスコ講和条約にはあの、占領国はもちろんアメリカです。USMG です。所以我们这方面的知识也是要全面跟我们日本的朋友还有美军的朋友要好好的沟通。今天我简单的讲到这里，谢谢各位。呀，あのね、あのさっき申し上げたいろんな知識ですね、こういうに関する知識もちろんあの日本の方々にお伝えてください。いやもちろん、アメリカの軍隊にもこれからもやっぱりあのその知識を広げていくようにやっぱり頑張りたいと思います。今日はありがとうございました。